はいどうも、ロゴーチャンネルのロゴーです。今回の購入品報告は長距離シリーズという感じでやっていきたいと思います。長距離シリーズってなんだよって感じなんですけど、私この間4日間ほどかなり遠距離をね、まあ、車で走んなきゃなんない事態に陥っちゃったんですけど、まあそれはね、さすがに距離が遠すぎて何もないのはちょっと割に合わんということで、いつも通りリサイクルショップによって買ってきたものになります。で、この動画ね、いつも通り報告動画になりますので、この後まあ動画、ブログの方で更新がありましたらば、下の逆三角のボタンを押していただくと、まあ説明欄が出るんですけど、そちらにリンク貼っていきますので、よかったらそちらも合わせてご覧になってみてください。ではここから報告していきたいと思いますけど、まず最初にこちら小物から見ていきますけど、まあ、カブト防具のクワガタですね。これ100円だから買ってきた感じです。でお次のシルバニアファミリーに関しては、これ別に集めてるわけじゃなくて、このビーバーね、歯が出ててすげえ可愛いんですよ。で今回ちょっとむき出し324円だったんですけど、まああんまり見かけない部類なんで買ってきました。でお次は皆さん大好きバケギャモンのね、まあこれを使って、まあこのバケギャモンのなんかこういうキャラクター召喚するってアイテムなんですけど、まあ900円とちょっとお高めなんですけど、いろいろ思い入れがあるので買ってきた感じですね。でお次はこのキバチェンジャーなんですけど、この店結構高い商品が多い中で、これだけなぜか500円だったんですよ。一応これね、戦隊職人の未対応品の方になるんですけど、まあ普通にそれが500円ってかなり安いですよね。まあ別にキバチェンジャーに思い入れがあったわけじゃないんですけど、500円ならということでこれも買ってきました。でお次はこのガオレンジャーの武器の15剣なんですけど、これ一つ1000円という感じで、いつもだったら買わないぐらいの高さだと思いますが、最近ちょっと塗装にハマってましてね、まあカラーリング的にもすごく塗りやすそうだったので、練習にもなるかなと思って買ってきました。ちなみに欠品の方確かベルトだったと思うんですけど、これまで見かけたこの10王剣はだいたいここのハゲがひどかったりとか、鞘がなかったり宝珠がなかったりベルトもなかったりした状態で600円とかが多かったので、まあそれから考えたら安いかなっていうふうにも思います。でお次はこちらのメビウスのね、まあマシンなんですけど、ガンウィンガーとシーウィンガー、ガンローダーの入った袋が各1500円って感じでした。まあパッと見状態が分かりづらいんですけど、欠品だけで言えばここについてるこのガンスピーダーっていうコックピットがあるんですけど、これ黄色いのでおそらくガンローダーのものしかないっていう感じですね。ただそうは言ってもこのね、このまあこれ合体できるんですけど、これ結構人気があって高いんですよ。で軒並み2000円からね、1個2000円からなんか6000円とか8000円とかしてたりするところもあるので、まあそれから考えても今までで最安値で見かけたので買ってきましたが、結構状態なんかもいいので、もしね、まあちょっと黄ばみもあるんですけど、これでちゃんと合体できて破損がなければかなりのアドだったんじゃないかなって思います。でお次はこちらのショットライザーなんですけど、現行商品でまさかの1500円での出品です。でこちらはベルトとプログライズキーがないと遊びの幅ってちょっと狭まっちゃうんですけど、そうは言っても現行商品この値段だったら全然ありがたいですよね。でまあ今後の予想なんですけど、おそらくこのクリアパーツと塗装パーツの剥き出しによって状態のいいものを探すって結構しんどくなるので、その前に手に入ったのはありがたいです。というのと、多分不破さんによってですけど、多分価格相場が落ちないんじゃないかなっていう予想もあるので、まあ、そういったところからも変えてよかったかなと思います。でお次も同じく01からフォースライザーなんですけど、これもプログライズキーが欠品して2000円という格安価格でした。最初は別にいらなかったんですけど、まあなんか2000円で現行ライダーのアイテムを塗装できるって機械を変えたって考えると安いかなと思って買ってきました。で塗装はするとは言ったんですけど、正直これ多分リサイクルショップで一番溢れる可能性の高いベルトだと思うんですけど、スピンオフとかでもしかしたら使われて値段が上がるなんていうこともあるので、その前に変えたのは結構でかいと思いますね。で最後は SD ガンダムフォースの爆熱丸&炎天号のセットで、これがまさかの2000円でした。でこの商品なんで韓国語なのかっていうと、実はこれ日本国内では一般販売されてなくて、当時はキャンペーンに応募して何百名様に当たるっていう検証商品だったんですが、それを逃したらもう二度と手に入んないやつでしたね。なんですけど、この SD ガンダムフォースっていう作品が海外に渡って最後韓国に行く道中で一般販売されていったっていう経緯がありまして、まあそれを知った私はですね、まあ当時実はキャンペーンに応募して外れて悲しい思いした身だったので、いつかは買いたいと思ったんですけど、いかんせん高かったりとか出物がなくてね、手に入らなかったのが、まさかこうして最後2000円で巡り合うことができるとは思わなかったので、これマジで今回の旅で一番良かったですね。はいっていう感じだったんですけど、いかがだったでしょうか。今回このショットライザーとか買ったお店以外全て新規だったんですけど、だいたい 12、3 店舗かな、すごく新鮮でワクワクしました。まあその反面ね、ちょっとおもちゃに弱いお店も多くて、特にセカンドストリート、ここはすごかったんですけど、これ以外がね結構弱くてですね、そこちょっと残念だったのと、あと万代かな、これ言っちゃうと場所がバレそうなんですけど、まあ3店舗ぐらい寄って、全てね特撮系とかも弱かったりとか、やっぱ万代高くてやっぱり面白いものがあってこそワクワクなんですけど、それがなかったのも残念。まあただその反面ね、まあ万歳とかここと か, あとはまあホビーよくかな、それがめちゃくちゃ強かったりとか、あと地方系でいうとこのオーディンもねすごかったりするので、行く分には面白いんですけど、まあ何か買いたいと思ったらピンポイントで狙った方が良かった地域かなって思いました。はいっていう感じで今回の動画は以上で終わりたいと思います。もし動画の方気に入っていただけましたらば、チャンネル登録高評価で応援の方よろしくお願いいたします。最新情報はツイッターなんかでつぶやいてますので、よかったら下の逆三角を押してそちらのリンクからお越しください。それではここまでご視聴の方ありがとうございました。